えっと、それでは、えー、定例の会見を始めたいと思います。あの今日衆議院の予算委員会の質疑が行われております。もうすぐ、もう,もう終わいやな5時で終わりですね。ですが、まああの、感想ということになるかと思うんですけど、まあ、一つあの今、国際社会で最大の問題になっているのは、やはり ガザの状況だと思うんですねハマスによる無差別攻撃、そしてイスラエルによる、まあ、事実上の地上侵攻のような、ね、状況が起こって、多くの人々がまあ封鎖されたガザの中で空爆を受け、命を落としているとで、それに対して国連総会で121カ国の賛成で即時かつ持続的な人道的救世を求める決議が上がったと。 世界中で今、あのガザーでの,あの殺戮行為を止めようという声が上がっているところがあのうん、例えば昨日の NHK の日曜討論でもその問題について触れたのは我が党の山添政策副委員長だけだったし今日の質疑も見てましてもこの問題についてあの、まあ、中身も含めて一定の時間を取って問題点指摘したのは 宮本徹さんだけだったというのは、まあ、あの見てて、非常にあの私としては感じたところであります。えー、事実の問題として申し上げておきたいというふうに思います。国会のあり方がやっぱりこれでいいのかということも考えなければいけないのではないかなと思います。えっと、それから、ですねあとはあの宮本徹議員が、まあ、経済の問題について、 コストカット型経済を30年ぶりに歴史的転換するという中身についてね、まあ、問うたわけです、最低賃金の問題にしても、それから公務員や、あるいはその、まあ、一般労働者も含めた正規雇用の問題、それから介護保険の負担増の検討が行われている問題等々ですね。 まあどれもあのコストカット型経済を転換するというのであれば重要なテーマだということで具体的なまあ我が党としての対案も示してまあ質問で取り上げたんですけどまあ岸田首相からはまあこの間30年間コストカットやってきたということに対する反省もなければ政治の責任ということをこう認めるわけでもないしまあこちらから提起しているさまざまな問題提起具体的な提案についてもまともに ま答えなかったということが全体の大きな特徴かなと、まあ、私あの、市委員長、そして私も本会議で質問しましたけれども、まあ、同じような対応に終始したということであります。まあ、引き続き、参議院の予算委員会等でも、まあ、問題点を指摘をしてまいりたいというふうに思っています。の、えー、の予算委員会ととととと感想いいいうことで言うとそうここでそったところになるかと思いますが その他の問題でも含めて質問。があればどうぞ。はい。あの共同通信の清水です。はい、あの衆議院の任期がですね。明日でちょうど4年の折り返しを迎えます。あのこの間のこの2年間は岸田政権の2年間とほぼ被ると思うんですが、えー、この間の政権運営の評価とですね。あの総選挙を見えてくると思うんですが、これにどう臨むか、これはあの加藤との連携も含めてお答えいただければ。 まああのやはり常に総選挙があるという想定でさまざまな準備をしていかなければいけないというのが大前提ではないかなというふうに思います。で特にやっぱり岸田政権のこの間の,あのコストカット型経済30年ぶりに歴史的転換すると言いながら、まあ、そのコストカットを進めてきたのは30年間の自民党政治なわけで、まあ、正社員から非正規化を進めてきたことにしても 法人税の減税を繰り返してその穴埋めで消費税を増税してきたことも社会保険料のコストカットだといって社会保障制度を切り縮めてきたこともすべてコストカット型経済だったわけでやっぱりそういったことに対する反省が全くないとでさらに今やろうとしていることはさらなるコストカットを進めるような、ね、中身も例えば介護保険制度の、まあ、負担増の問題などもそうですが、まあ、出てきている。 やはりそういった問題が問われる選挙になるのではないかなと、まずは、まあ、それからあのやはりえ集団的自衛権の行使という安保法制えという仕組みを作った上で、それを実質化していく敵基地攻撃能力を保有するということで、まあ、まさに集団的自衛権行使、あるいは先制攻撃という方向につながるような、まあ、あの実質化を進めてきた。そして防衛省の予算は この2年間で2兆5000億円も増額させるというようなことをやってきた、まあ、こうしたことに対する問題も止まらなければいけないというふうに思います。暮らしの問題でも、平和の問題でも、やはり国民の願いに背くような政治を変えようということを訴えて、まあ、この選挙ということになれば、党の躍進ということを最大の課題として取り組んでいくで同時に、のこの間、えー、立憲民主党ともですね、 まあ連携力合わせをするということを確認したわけですから、まあ、次の段階としてはどういうテーマでそのまあ連携の旗を掲げるのか大義を明確にするのかということが問われてくると思いますので、まあ、そうした議論を進めてまいりたいというふうに思います。まあ、そうしたた合意がでできてくれば、まあ、あの選挙区のの候補者の調整とといったことにも 議論は進めることができるのかなと。今まだそこまでいっている段階ではないのかなというふうに思います。一歩ずつ進めていきたいというふうに思います。やはりその岸田政権の今の状況、これだけの支持率の低下。日経新聞ではえっと三十三パーセントってことで発足後最低の数字になってますし、ANN も支持率二十六点九パーセントで、これも発足後最低ということになってます。 まあちょっとびっくりするのはその所得減税が適当でない適切でないという方が65%、日経で ANN でも評価しないが56%あの減税だ、あの増税だったら、ね、その反対だという声が上がるというのかるんですけど減税でて評価しないというのはちょっとこれ前代未聞ではないかなと、まあ、ある意味ではそれだけでたらめな政策であるということを国民の皆さんが、まあ、見抜いていると。 いううことだとだ思うんです、ね、ANN の世論調査でこれはあのなぜ評価しないのかということで政権の人気取りだと思うから41%で大体、まあ、国民の皆さんはほとんど効果のない政策でありこれはあの政権の人気取りだと見抜いてらっしゃるということだと思いますので、まあ、こうした政権をやはり長続きさせてはいけないと思いますから、まあ、そのためにはやはり市民と野党の共闘を再構築していくということがどうしても必要な課題に ななっっててくるのかなと思っておりますちょっと話題変わるんですけど、はい、あの先週の報道にはなるんですが、はい、あの自民党の皇位、はい、継承に関する総裁、党総裁直轄組織を新設するという、はいえー、報道がありました。 あの自民としては、臨時会中に議論を前進させる狙いがあるようなんですけれども、ね、この報道に対する受け止めと、それから改めて皇位継承に関する共産党のスタンスを教えてくださいただければこれ、報道によればその、党の懇談会を総裁直轄組織に格上げをして、党内議論を加速させるということですよね。でまああの 旧皇族の男系男子の皇族族ののの男男子復帰案を軸とするととと。すす。るるいううことが報道されておりますで,なんでそうなるのかとあの私たちは天皇の制度の問題というのはこれは憲法の精神に基づいて議論する必要があるというふうに思っておりますしあの日本国憲法では第1条で天皇については日本国の象徴日本国民統合の象徴というふうに規定しているわけです。 でこの日本国の象徴、日本国民統合の象徴という憲法の規定に照らせば、これはの、日本国民というのは男子だけではないわけで、これはの多様な性によって構成されているわけですから、日本国民統合の象徴を男性に限定する合理的な理由はないと思うんですね。にもかかわらず、男系男子ということにこ,うこ,だわりこだわっているというのが、自民党の今の検討の中身ではないかなというふうに思います。 えーまあ、私たちは女性、天皇を認めるべきだと思っていますし、それは日本国憲法の条項にも精神にも照らして合理性を持つと思っていますし、まあ、同じ理由で女,女系、天皇を、ね、認めるべきだというふうに思います。それからの国会での付帯決議というのは、女性女系天皇についても検討を行うということを求めていたわけですから、やはりその国会の付帯決議を踏まえればですね、 男系男子ありきということを不動の原則にして検討を行うという自民党のこの検討会の発足というのは、やっぱり国会の付帯決議から見ても、非常にちょっとこれは違うのではないかというふうに思います。付帯決議ということを踏まえるのであれば、やはり女性天皇、女系天皇についても、これは当面正面、当然、正面から検討すべきではないかなというふうに思います。はい 日本の話題に戻りまして、先ほどあの持率の件出ていただきましたけれども、あの予算調査でも、ここ最低限の支持率になっております、で今の理由として、先ほど所得税減税が評価されていないというふうな言及がありましたけれども、あの今回の支持各社で低迷している最大の要因というのは、どこにあるというふうにされていますでまあ、やっぱり政策の問題だと思います。 日経新聞の調査では経済対策に期待するという方が37%ですで特に無党派層ではこの期待しているという人が非常に少ないようですよね期待していないという方が約7割やっぱり今本当に物価高騰で国民の皆さん大変苦しんでいらっしゃいますで何とかしてほしいという政治への願いが、まあ、いろんな政治に対する願いがあると思うんですけど やっぱり今の物価高騰をなんとかしてほしいというのは一番強い願いだと思うんですね。で、それに対して、やはり今の岸田政権がやろうとしていることが、国民の願いに応えていないということが、最大の原因ではないかなというふうに思います。まあ、その裏返しとして、なんていうか、やっぱり、要するに国民の暮らしをなんとかしようというよりは、いつ解散をするのかとか、自分たちの政権をどうやって維持するのかとか。 そういったことしか考えていないのではないかなということを国民の多くの皆さんは見てらっしゃるのかなというふうに思いますよろししいいでしょうかはい、終わります。